体の使い方の基本、前に倒すことから始めましょう。前屈のポーズ、ジャーヌシールシャアーサナです。それでは右足を斜め右前方に伸ばしてみてください。そういうことですね。で、前の床に両手をつきましょう。前方、そうですね。で、ゆっくりと前方へ倒していきます。そういうことですね。無理のなく、倒せるところまでで、その状態を少し保ってください。呼吸は楽に普通にしていいです。膝をまっすぐ伸ばすのはきつければ、若干ね、折り曲げた状態でも結構です。よく自分の状態を観察してみてください。で、少し時間をね、保って自分の状態を観察することができるといいですけど、そのぐらいのところで今はね、戻していただいて結構です。反対の足も同じ要領でやりますのでね、足を変えます。そういうことですね。前の床に手をついて、ゆっくりと吐きながら倒していくといいですね、息を。で、その後呼吸は普通にして、やはり観察するといいですね。左右差、右足と左足の違いが多分あると思います。で、一旦それではね、戻していただいて結構です。そしたらね、こういった感じの準備をやった上でポーズをやると、いい感じでできますので、足をまた変えてもらって、今度はね、伸ばしてる足の方に体の向きを向けてください。しっかりと向けるといいですね。そう、両手で足先をつかめる人は足先、じゃなければ膝とか、少し手前ぐらいとか掴んでいいですね。そう、膝も少し曲がっても結構です。そこから入ります。息を吸いながら上を向いておいて、吐きながら倒していって、吐いたところで息は一旦止めてください。息を止めましたので、その後は、苦しくなるまでは止めとかない方がいいです。吸いながら戻してくるといいですね。そして手も離して上半身まっすぐのところまで戻す。そういうことですね。じゃあ足を変えてやりますのでね、同じように足を、反対の足を伸ばして、やはり伸ばしてる足の方に体の向きを向けて、楽に届くところをまず掴みますね。息を吸いながら上を向いておいて、吐きながら倒していきます。吐いたところで息は止めて、で、余裕のあるうちに吸いながら戻してくるということです。で、戻してきたら手も離して上半身まっすぐのところまで戻して、戻し終わったら一旦あぐらにしていただいて、背筋を伸ばして目を閉じて気持ちを落ち着けましょう。